今回のオープニング動画は溺れがちさんの作ってくださったオープニング動画を使用させていただきました。ありがとうございます。初めて見た時からすっごいなんかもうアニメが始まるかのようなクオリティの高さ で、私のイラストとかもポンポンポンって入れてくれてるのがすごい可愛くて一目惚れしちゃったので、遡ろうとする前に最新結構新しめのツイートだったんですけど、それを見つけた瞬間にこれを使おうって思うぐらい一目惚れしました。ありがとうございます。引き続き皆様これからもご応募よろしくお願いします。最近はやっぱり外出自粛が解除されたのでメンバーと会える機会があったりとか、あとは少しお散歩も今までよりはちょっと遠いところに行けるようになったりしたので、まあちょっと運動もできるし、あとは筋トレを始めたりしましたね。なんかゾックに入って今までの自分と何か今までできてなかったことをやりたいなと思ったので筋トレだと思い毎日欠かさずやるようにしています。今週もお便りを読んでいきたいと思います。はい、まろちゃん大好きクラブネームまほさんからです。まろちゃんこんばんは。私事ながら今日誕生日を迎えました。1994年生まれなのでまろちゃんとは同学年なんですが、一足先に26歳になりました。私は2年前一つ年上の元彼に24歳とかもうおばさんじゃ、女は20代まで男は30代からもかっこよくなるけどなどと言われ、それから年を重ねることがすごく怖くなっていたし、最近まで26歳になるのも嫌でした。だけどまろちゃんのことを応援するようになって年を重ねることが少しずつ怖くなくなってきたんです。だって同い年でこんなに全てが可愛くて自分の愛する可愛いに正直で、新たな人生を始めることに不安もありながらすごくキラキラしていて、そんな姿を見てただ恐怖してる自分がすごくちっぽけに思いました。まろちゃんと同じスピードで年を重ねていけるなんて逆にとっても幸せだなって最近はすごく思えています。私も自分の信じる可愛いを突き通してもいいのかなって迷った時はまろちゃんを見て自分を信じてあげることにします。はい、すごく長く文章を書いてくださって全部読ませていただいたんですけれども、これすごく見た時に気になって、年齢のことをやっぱりアイドルって言われることが多いんですよ。まあ今じゃなくて19、20歳の時もアイドルにとって20歳過ぎてからは老後だよって言われたこととかもあって、なんでそんなにみんな年齢にとらわれるんだろうってすごく思っていて、まあ世の中で今なんだろうな、多様性とかいろいろな世の中も変えようという運動をしてくれてる人がいたり、変わってきたりもしてると思うけど、結局は自分は自分だなって思っていて、若さとか年齢とかそういうものにそもそもとらわれたことがなくて、あんまり考えたことがなかったけど、今いろんな人の意見聞いたりこのお便り読んで考えるようになって、なんかとらわれすぎてる人の方が変わってるというかおかしいんじゃないかなって思うぐらいなんですね、マロにとっては。マロも25歳で26歳の代で、まあ、いわゆるなんかこうアラサーみたいなものなんですよね、一括りにしてしまえば。でも年齢ってまあ何年生きてきたかを表す数字としかあんまり思っていなくて、何歳になっても自分が可愛いと思ってるものは信じ続けていいと思うし、何歳だからこれができないあれができないみたいな、自分の容姿とか自分で何か始めることに関して年齢制限されてるものって実はあんまりないんじゃないかなって思うんですよね。まあ、オーディションだったりね、お仕事だったりいろいろ本当に年齢が物理的に制限されてるものもあるけど、自分が、まあ、一つ自分が可愛くいるためのことって本当に年齢関係ないと思います。でも年齢よりも若く見えるって言ってくださる、言っていただけることとかも周りとマロは多くて、だから結局自分自身が自信を持ってなんか自分の可愛いを突き進めていれば、本当に何歳になろうと可愛いものは可愛いんじゃないかなと思うし、そういうことを世に広めていきたいなって思いますね。夢とかも何歳だから諦めなきゃいけないとか本当にないと思うので、この元カレに言われたことは本当にひどいと思います。許せない。でも、まあ、自信を持って、まあ、まほちゃんも皆さんも突き進んでいってほしいなと思うし、その代表にマロもなれるように頑張っていきたいなと思います。はい、そして今回のミュージックビデオはデデ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 デ
今回はですね、なんとなんとあの場所にロケに行ってまいりました。まあいろいろね、今まで変わり手だったりとか家の中で作り込むものを多くて、少し外に出向いて、なんだろう、まあ、曲も聴かせる曲じゃないけど、このまずゾックでやったイノセンスのミュージックビデオにマロがまだ加入前のものなので、自分のバージョンも皆さんに見ていただいて、新しいゾックの形ももっともっと浸透していってもらえたら嬉しいなっていう思いも込めて作りました。基本はまあ自分の生い立ちみたいなものになってしまってるかなとも思うんですけれども、純粋に歌も楽しみつつ、映像もね、映像よりもやっぱり歌がメインっていう感じで見てもらえたら嬉しいかなと思います。それではカンナギマのバージョン、アンイノセンスご覧ください。どうぞ。死ぬほど憎んだやつからよかったねと言われた。一緒に斜面まで通ったし、あっけ取られてへこんだ。20年生きて初めて幸せって思った。嫌いになってくれない君に会えてしまったね。したくない一つも。大丈夫僕が守るから、思い通りになる未来だってあるの、ここで見せるから。ただそばで期待しててよ。変なやつでも最高でしょ、顔が忙しいね。朝と夜陰キャ陽キャだけじゃない、今の気分で生きる愛のセンス。好きな季節すら一つ見つけられないほど、悲しいことばかりでも自分には期待したい。本当は僕もまだ歌えない、未熟な愛だって思うよ。でも成長を勝って見せるのがアイドルだって聞いた。誰にも言えない人生を抱きしめさせてよ。汚れても泥まみれで進んだのを不純だなんて思わない。やり直さない、消さなくていい、そのままで素敵な君なんだ。気づかないバカの世界をちょっと変えたい、僕だってイノセンス。本当は僕も見つけた愛のこと、今度こそちゃんと愛したいな君を。大丈夫僕が守るから、思い通りになる未来だってあるの、ここで見せるから。ただそばで期待していてよ。誰にも言えない人生を抱きしめさせてよ。汚れても泥まみれで進んだのを不純だなんて思わない。やり直さない、消さなくていい、そのままで素敵な君なんだ。
っと変えたい僕だってイノセン。カナギマロバージョン、アイノセンスご覧いただきました。ありがとうございます。どうでしたか？よかったよ、よかったよ、あそこはなんとかだったよ。はい、ありがとうございます。まあ、この曲本当に大好きで歌うたびに泣きそうになってしまうほどなんですよね。本当に歌詞もいいし曲もいいし、ゾックに加入する前に見た時からすごく好きな曲だったし、それを今みんなと一緒に歌えてる現実とかいろんなものがリンクして。あとは誰にも言えない、もう今喋ってるだけで泣きそうなんだけど、誰にも言えない人生を抱きしめさせてよとか、この曲に練習中、お披露目前はこの曲に自分がすごく守られてきたんですけど、一回ステージで立って歌ってみてからはこの曲でみんなを守ってあげたいなって思うようになったりもしました。で、今回ロケの場所に選ばせてもらったのは、まあ皆さんご存知日本武道館なんですけれども、まあ、これはゾックの個人インタビューでも、ロッケの場所に私が使わせてもらったりとか、今回も工事中のやつが外れてる、工事中のあのテントみたいなのが外れてるっていう情報を聞いたので行ってみたし、やっぱり過去にとらわれてるとかではなく、私にとって日本武道館ってずっと憧れだった場所であり神聖な場所ですごく大事に思っているんですね。でインタビューでも言ったけど、まあ、武道館っていう場所にとらわれてるわけではないですけれども、マロが今までの単独ワンマンで立ったステージとしては一番大きくて有名な場所だったので、そこをやっぱ新しい自分で歴史を塗り替えたいというか、そこにもっともっと新しく今の自分としての思い出を重ねていきたいなって思ってる場所なので、まあ、もちろんゾックでも立ちたいですし、立ちたいというか立てると思ってるし、ね、もっと、まあ、今回のなんか曲イノセンスをやるって決めた時にここで撮りたいなって結構真っ先に思った場所ではありました。なので、まあ、外でねちょっと人に見られながらとか恥ずかしい状況ではあったんですけど、とても久々に外の雰囲気を感じながらのミュージックビデオになってよかったんじゃないかなと思います。まあ、至らない点は毎度ながらありますが、いつも楽しみにしてくださって本当にありがとうございます。まあ、これからは、もっと凝ったミュージックビデオを作っていけるんじゃないかなって、こう外にも出れるようになってきたので思ってるので、そちらも楽しみにしていただけてたら嬉しいなと思います。それでは来週もお会いしましょう。カンナギマロでした。バイバイ、またね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。